んばんは、阿部彩里です。今週私からはエリザベス女王杯の予想をお届けします。最後まで見てください。よろしくお願いします。はい、ではここから予想に行きたいと思います。エリザベス女王杯京都 2200m の予想ということで、まずは過去のエリザベス女王杯の動画から、追い込み馬はきついかなと、集団勝ちが理想ですけれども、強い先行馬にも注意したいです。あとはデータでいうと、前走のクラスが、オープン組は0006、1600万組は00018という、データなので、テラナミノル、チュールポレール、タッチネスピーチは厳しいかなと。あとは連載馬20頭中15頭が3歳馬もしくは4歳馬なので、該当する馬には注目したいです。それから去年以外は毎年1頭必ず馬券に絡んでいった中古車組も外せません。基本的には、コース適正の方を重視して、それからこれらのデータを組み合わせて馬券を組んでいきたいと思います。今回私の本命は10番のミッキークイーンです。前走は比較的展開のまかない中、5倍1の G1 で3着したことを考えると、このメンバーでは実力が抜けています。この馬の弱点は輸送や左回りだと見ているので、今回は何の問題もありません。結構も1-2-1-0と引く場で、1着固定の3連単も買ってみようと思います。あとは紐に入れるのは6-7-11-12-16-17です。6番のリスグラスは毎回相手なりに走る馬、横に並ばれて加速する姿を見ると闘争心の強さが分かります。7番のポンスリングは前走起動したデメロキスが2走は良くなるとコメントしています。11番のディアドラはやはり制圧が2番です。12番のスマートレアは前走展開が向かない中での一着でした。10番のビブロスは叩き2投目ですし、200m 延長もこなせそうです。17番のルージュバックは非公開距離では外せません。今回の馬券はこれでいこうと思います。まずは単勝でミッキークイーンと、3連複は1列目にミッキークイーンを置いて、2列目に、ディアドラとジブロスを入れた馬券ですね。あとは3連単はミッキークイーンの1着固定で買ってみようと思います。ゲート A では五十嵐蓮さんやゲート A 班の重賞予想動画もお届けしているので、よかったらそちらも見てみてください。資金配分とかは私のツイッターの方に当日出走前に書いてるので、そっちもよかったら覗いてみてください。では最後まで見ていただきありがとうございました。少しでも